また丸、42、味方、2016年10月23日、日、20時分20時45分、の方、奥内容、雪村、坂井雅人、和秀より、中川博士、から、老人たちの総大将になってもらいたいと頼まれる。しかし、後藤又平、守る、相川翔、や毛利勝永、岡本健一、らが激しく異議を唱える。番組内容、雪村、坂井雅人、は、久しぶりにちゃちゃ、竹内優子、との再会を果たす。一方、家康、うちの清志妃、は、幸い村が大阪方に加わったことに大きな恐れを抱き、出陣を急ぐ、大阪城に集まった老人たちの中には、後藤又兵衛、相川、翔、毛利勝永、岡本健一、長宗我部盛親、穴見健二、らがいた。豊臣秀頼、中川博士、は幸い村に総大将になってもらいたいと願っていたが、又兵衛や勝永らは激しく異議を唱える。そこで、幸い村は一つの策を提案する。出演者、坂井雅人、大泉博士、長沢まさみ、木村義之、松岡、吉田羊、藤本隆弘、藤井隆、斎藤幸、岡本健一、中川博士、中原武雄、星野はじめ、相川翔、竹内優子、近藤正臣、うちの清志妃、語り、有働由美子、原作、脚本、三谷幸義、音楽、服部隆之。